こんにちは。今日は侍のお話をみんなに絵本でお届けするよ。ハベってどんなイメージがあるかな？刀を持ってかっこいいポーズをしてる人？それともお城でお仕えしている人かな？一緒に見ていこう。侍のお仕事はいろいろあるんだよ。例えばお城を守ったり大切な人を守ったりしてたんだ。でもね、それだけじゃなくて勉強もしっかりしてたんだ。詩や文章を書くのも上手だったんだって。ちょっと意外だね。侍は礼儀正しくて強くて賢い人たちだったんだ。だから彼らのお話を知ることでみんなも勇敢さや知恵を学ぶことができるんだ。ハベってすごいんだね。こうして侍のお話は絵本としてみんなに楽しく学ぶことができたね。ありがとう。また次のお話を楽しみにしてね。